モルダビア自治ソビエト社会主義共和国は、1924年10月12日に、ソビエト連邦を、ウクライナソビエト社会主義共和国に設置された、自治共和国。短くモルダビアアスル、あるいはモルドバアスルとも言う。おおよそ現在のソイドニエストル共和国全域と、ウクライナの一部が領土であった。ロシア内戦の間、モルダビアアスルの領域は、白軍。 赤軍、コサック、ウクライナ人民兵、多数の山賊などの手を12回にわたって行き来した。1920年のボリシェビキ勢力の勝利の後、ウクライナ SSR の領土になった。自治共和国の設立は、グリゴリー・コトフスキーを、はじめ多くの活動家に署名された、所管によって始められた。署名者は、多くが、ベッサラビア出身で、全員が、 ボリシェビキの運動家だった。自治共和国の建国は困難な問題になった。ソビエト外交の人民委員、ゲオルギー・チチェーリンは設立が時期尚早であり、ルーマニア人の共心的愛国主義の拡大を左右すると考えていた。一方、コトフスキーは、 新しい共和国は隣接したベスサラビアに共産主義思想を広め、ルーマニアやバルカン半島に革命をもたらすチャンスもあると考えていた。1924年3月7日、モルドバ人の自治州をウクライナ SSR 内に設置することが慎重に決められた。民族に基づいた自治共和国を作ることは当時のソ連の一般的な方針であり、 モルダビアアスルも同じであった。また、ソ連は、モルダビアアスルの建国がベッサラビアへの領有主張を補強することを望んだ。ソビエト連邦において、モルダビアアスルは、ベッサラビアを手に入れ、ルーマニアに革命を起こす、第一歩であった。この目的は1924年のオデッサイズベスチアで明らかにされた。この中で、ロシアの政治家は、 すべての抑圧された、ベッサラビアのモルドバ人は自由と人権の光を広める灯台のような共和国の未来を受け入れるで、あろう。と語っている。また、モスクワで発行された本には、モルドバの経済的、文化的発展が始まり、ブルジョア支配のルーマニアは、ベッサラビアの維持はできないだろう。と述べられている。 濃い黄色で塗られているのが、モルダビアするこの地域は労働力の条件に恵まれたため速やかに工業化され、他のソビエト共和国からの移住が顕著であった。これらの移住者の多くは、ウクライナ人とロシア人であった。特に1928年には14,300人の工業労働者のうち、モルドバ人は600人だけであった。1925年には、 モルダビアアスルは、基金を乗り切った。1927年12月、タイム氏が報じたところによると、ティラスポリーと、その他のウクライナ SSR の南部都市でいくらかの、農民と、工場労働者の間に反ソビエトの反乱が起こった。モスクワから兵がこの地に送られ、この反乱を鎮圧した結果4000人が死亡したと、される。当時、 クレムリンの公式発表でこの反乱は完全に否定された。モルダビアスルでの集団農場化はウクライナよりも早いペースで進み、1931年の夏に完了したと報道された。2000家族余りが国外追放でカザフソビエト社会主義共和国に送られた。1932年から1933年にかけてのウクライナでは、 ホロドモールとして知られる飢饉では何万人もの農民が飢餓で死んだとされている。飢饉の間、銃殺される可能性にもかかわらず数千人の住人がドニエストル川を越えて逃げることを試みた。これらの中で最も有名な事件は1932年2月23日のオラネスチ村の事件であり40人余りが射殺された。これは生存者によって 欧州の新聞各社に報じられることになった。ソビエト側はこれを、ルーマニア人の宣伝活動によって打倒された、クラークの脱走として報じた。モルダビア・アスルの週刊新聞、プラガール・ロッソ1924年7月1日に、現れ始めた、現代の言語学者はモルドバ語と、ルーマニア語の間で、主に、アクセントと語彙に小さな違いがあるということに、 同意しているが、モルダビアアスルの中ではモルドバ語がルーマニア語と大いに違うという見解が促進された。また、ベッサラビアのモルドバ人は、ルーマニアの帝国主義者に抑圧されていると主張し、ルーマニアに対する民族統一主義を促進した。ルーマニアの影響から距離を置きそびえとモルダビアの言語を保つ努力の一部として、ルーマニアで公式に使われている。 ラテン文字と対照的に言葉を書くために改良されたキリル文字が使われた。言語学者、レオニード・マダンは、トランスニストリアとベッサラビアのモルドバ方言に基づき、ロシア語からの釈用語と、ロシア語を基礎にした翻訳釈用語を使った文語体系を確立する仕事を課された。1932年、全ソ連で言葉をラテン文字に移す動きがあり、 ラテン文字とルーマニア語の書き言葉はモルドバ人学校や公的仕様にも導入された。マダンの本は図書館から外され破棄された。しかしながら、この運動は短い間に終わり、1940年代後半にはソ連で言語をキリル文字に移す新しい流行が始まった。1937年、ソ連の大粛清の間、 モルダビアアスルの多くの知識人は、ブルジョは、ナショナリスト、トロツキストとして、人民の敵として告発され、元の立場から排除され、抑圧され、多くの人間が処刑された。1938年、キリル文字は再び、モルドバ語の公式な文字と宣伝され、ラテン文字は禁止された。しかしながら、書き言葉は、 マダンの作ったものに完全に戻らず、ルーマニア語との近さが維持された。1956年以降マダンの影響は、教科書から完全に取り除かれた。この政策は1989年まで有効なものとして残っていた。キリル文字はソイドニエストル共和国では、今でも使用されている。1940年6月26日、ソ連政府は、 モスクワ駐在ルーマニア大使に最後通帳を突きつけ、ルーマニアに直ちにベッサラビアと北ブコビナの割譲を要求した。一方、イタリアとドイツは安定したルーマニアを望んでおり、その油田への接続をカロル二世に強く迫っていた。脅迫のもと、フランスやイギリスからの援助がなかったため、ルーマニアはソ連に対しこれらの土地を割譲した。 6月28日、ソ連軍はドニエストル川を渡り、ベッサラビアと北、ブコビナ、ヘルツァを占領した。ウクライナ人が最大の民族集団であった北ブコビナ、ホティン、アッカーマン、イズマイールなどの地域と同様、ヘルツァなど、ルーマニア人が多数派でアリリクで接続された地域はウクライナに併合された。 ベッサラビアの黒海岸とドナウ川正面のウクライナへの移動はソ連が国会を安定支配することを確実にした。1940年8月2日、ソビエト連邦はモルダビアソビエト社会主義共和国を設置、モルダビアアスルは事実上解散した。モルドバ SSR はベッサラビアの最西部にモルダビアアスルを加えたの6つの地域が範囲になった。モルダビアアスルは ウクライナのオデッサ、ポジーリアとして管理されていた領域から作られた。この時この領域は、ウクライナ SSR のおおよそ人口と領土の2%を占めていた。当初、この州は4つの地域を持ち、すべての地域でモルドバ人が多数派であった。1924年10月8日、この州は自治共和国の立場に変更され、バルタのように、 モルドバ人が少数派の地域のいくつかも領域に含むようになった。例えばバルタには2.52%しかモルドバ人が住んでいなかった。公式な首都は一時占領されたキシニョフ氏とされ、この間、モルダビアアスルの首都はバルタに設置され、1929年にはティラスポーリに移された。この状態はモルダビアアスルが1940年に建国された。 モルドバ SSR に統合されるまで続いた。1926年のモルダビアアスルの人口構成青がルーマニア語、赤がウクライナ語モルダビアアスルは、ウクライナ人46%とモルドバ人32%で、人口は54万5500人であった。面積は8677平方キロメートルで、あり、 ドニエストル川東岸の11地域を含んでいた。ソ連の1926年の統計によると、人口は572,339人であった。また、人種順に見ると、次のような値であった。多くの領土が当てがわれたにもかかわらず、モルダビア・アスルの領域外のウクライナに8万5,000人の、モルドバ人が存在していた。 モルドバ共産主義独裁研究委員会は1917年から1991年の共産党時代を研究、分析している。グリーゴレ・コトーフスキー、バジュレスキュー・アレクサンドル、パーベル・トゥカセンコ、ソロモン・ティンクルマン、アレクサンドル・ニッケルオ、アレクサンドル・ザリック、イオン・ディック・ダイシスキュー、テオドール・ダイアマン・デスキュー、ティアドール・チオラン、ウラジミール・パパビチー。ありがとうございます。